やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。100年に1回の太陽フレアで生活に障害出る？ですね。はい。基本的に1日2本動画アップしています。ぜひぜひお願いいたします。お知らせ。心に本格占い館でたまきのコンテンツが気軽に楽しめます。ぜひ検索してみてね。心に占いで。はい。さて、プチプチ占いになっちゃいそうなんだけど、なんかね、読売新聞オンラインを読みますね。太陽フレア、携帯電話が不通とか広域停電とか GPS 精度低下が起きるかもしれない100年に1回の太陽フレアに警戒をっていうことで、でこのニュー、そう、記事がさ、一斉になんか4月のさ、このゴールデンウィーク前に出たから、ゴールデンウィーク中に起きるのって思ってビクビクしてたら、なんかただただ、いや、なんか起きるかも、何このゴールデンウィークじゃなくて近々っていうか、なんだろうね、なんかそういうのが起きた場合に注意してねみたいな、そういう注意喚起のニュースだった。うん。どういうニュースかというと、記事かというと、太陽フレアについて総務省の有識者会議は26日、被害想定とか対策を盛り込んだ報告書案をまとめました。で、最悪のケースでは一時的に携帯電話が使えなくなるとか、広域停電が発生する可能性があるとして、企業や行政に注意を促す警報制度の強化が必要だって指摘されたそうです。なんかね、100年に1回の頻度で起きるとされる大規模なその太陽フレアが2週間連続で発生するっていう最悪のシナリオを想定したそうです。なので、それが起きるようじゃなくて、起きたらどうなるよみたいな感じよ。だから、例えば大地震が起きるようじゃなくて、起きたらこうなるよ的な、そういう、なんだろう、想定したシナリオね。そう。でね、フレアの被害、今までの被害は、1989年には、カナダで約600万人が影響を受ける大規模な停電。600万人大変だな。あと、今年2月には、スペース X が打ち上げた人工衛星49機のうち40機が大気圏に突入する被害が起きている。マジか、そうなんだ。それそうなんだ、知らなかった。で、太陽の活動は11年周期で活発化を繰り返してて11年。で、次の活動のピークは2025年頃らしいのね。じゃあ今年は大丈夫なのかな？まあ一応だなね、今年どうなのかみたいな。うん、今年大きな太陽フレアは起きるか？起きるなら何月か？携帯電話は大丈夫か？広域停電は大丈夫か？なんだろう、2025年がピークだったんだね。まあいいや。まあ、なんとなくそういうことがあるよって知っとくのもね、いいよね。で、なんかプチプチ占いすぎて時間余ったら、なんかあることを占おうかなって思ってる。うん。さて、今年大きな太陽フレアが起きますか？これでね、起きないってなったらね、終わるんだけどね。まあ起きないに越したことはないよ。やだもんだって、停電。停電最悪だよ。冬とか夏の停電最悪。っていうか、秋でも春でも冷蔵庫が大変なことになるから、無理めなんだけども。よいしょ。はい。今年大きな太陽フレアは起きるか？あ、若干不安だね。月のカードだね。悪魔。あ、なんか起きるかもしんないね。ズバッと出ました。この対策のフールのカードがよくわかんないけど、何をフールの対策しろって言うんだっていう感じだけど、あー、なんか若干怪しいね、確かに。不安、迷い、混沌、悪魔のカード。釣られた男の逆、正義の逆。若干怪しいですね、これ。起きるかもしれんね。起きる可能性、7、8割って感じかな。じゃあ、今年起きるとしたら何月か。もう5月か。4月はいいか。5、6、7、8、9、10、11、12、8ヶ月見よう。待って、一応、ぐるっと一周来年まで見るか。はい。何月か。5、6、7、この辺までは大丈夫だね。8、若干怪しい。9、怪しい。10、太陽。うん。11、12、1、2、3、4。ここまでか、1年だと。あー、ここはまあいいか、いい悪いがこうだから。ここだな、多分な。太陽のカードが出るのがね、なんかね、意味深だね。5、6、7。8、9、10、11。
8、9、10、11。で、特になんかこの死神のカードと太陽のカード、9、10月が怪しいかな、特に。じゃあ、携帯電話は大丈夫ですか？一応日本を想定してます。日本で携帯電話大丈夫ですか？繋がりますか？なんかね、緊急の時に繋がらないとかさ、最悪だよね。消防署に繋がらないとか、警察に繋がらない的なのは困るね。携帯電話は大丈夫ですか？漠然としてるよね。なんか起きるかどうかも、まあ、仮に起きた場合ね。携帯電話大丈夫ですか？あんまり大丈夫じゃないな。ズバッと出ました。うん。大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。大丈夫か大丈夫かじゃね。タワーのカードも注意に出てるしね。うん。大丈夫ではないかな。じゃあ、広域停電は起きるか、広域で停電は大丈夫か。いいカードが出たら起きない。悪いカードが出たら起きるかも。日本でね。太陽フレアがもし起きたら。すごいね。お天道様の力はすごいね。なんかね。はい。広域停電は大丈夫か？起きるか起きないか。わー、やばいじゃん。タワーが出たよ。やだ。ズバッと出ました。そうね。対策注意点が節制か。流れるもの。そうだなー。でもこの辺はいいカードだから。まあ、長期間にわたって悲惨なことにはならないかもしれないけど、一気にバンってこう、ね、何万、何十万、何百万みたいな、の人が影響が出る可能性はあるなって思っちゃった。そんなに？そうね、タワーのカードとかよっぽどだよね。ということで、何に備えればいいか、停電。停電。そうね。まあでも、ガスと水が大丈夫ならまだ、なんとかなるか。電気だけなら。ということで、今年大きな太陽フレアは、なんか起きる気がする。悪いカードだった。七八割。で、いつがこれ。八、九、十、十一が怪しくて、特に九、十があれかなって思った。で、携帯電話は大丈夫？大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。広域停電も大丈夫じゃない。タワーが出たからね。気をつけなければ。いや、気をつけようがないんだけど、ねえ。これも地震と同じで、自分たちにはどうにもならない、防げないことだけど、起きるかもしれないみたいな心づもり。さて、全部占い終わっちゃって、まだ10分くらいなのね。ということで、おまけの占いしよう。ちょっと考えてたんだ。なんか、これ、どっかで一回、一問だけ聞きたいなみたいなのがあって。でも、これだけをメインでやるのは嫌だなってなんとなく思ってて。それはね、これ、某をこんなところにぶっこんで自分で後で忘れないかな。なんか、それ、後で聞かれて、それ占ったよって、だけど自分もどこで占ったかわかんないみたいなことになりそうだな。某作文は受賞を取り消される、まあ、作文は主語だからね。作文について占います。あの、人物は、そこに登場する人物は、私はわからないよく。とりあえずなんか、某作文っていうのがあるらしいんですよ、世の中に。それが、なんか受賞が取り消されるかもしれないみたいに言われてるんですよ。なので、悪いカードが出たら取り消されるかな。いいカードが出たらそのままかな。どうかな。どうなんだろうね。ねえ。その辺のリテラシーは誰か教えなかったんかいみたいな思うけどね。著作権的なね。某作文受賞取り消されますか？正義。ああ、これは厳しいカードですね。厳しい裁きですね。これは取り消されるかもね。ズバッと出ました。正義のカードは正しさですよ。ええ。なので、正しい、厳しい判断だけど、正しくスパーンってこう、刀を下ろすよってね。天秤でこう、測りながら、正しいかな、正しくないかな、どっちなんだい、はい、正しくない、スパーンって、やりそうな気がする。うん。でも、まあ、それが、書いた人にとってもね、いいことなのかもしれないね。運命の輪とか出てるしね。タワーが出てるね。対策注意点に。うん。波乱が
起きそうな予感ですね。はい。ということで、某作文についてここにぶっこんどいたら誰か覚えといて、なんか某作文について私がどこで占ったか、記憶にないって誰か覚え、なんか言ってるって誰か覚えてたら、この動画だよって誰か教えて。自分忘れそうだわ。っていうか、入れとけばいいのか、タイトルに某作文ってボソって。何この単語みたいなね。うん、はい。では、じゃんけんきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。